瀬川。何？ゲームの時に言ってたのってお前が3組の男子に告られたって話か。だからなんだって言うのよ。いやすげえなって、やっぱお前モテるんだな。フラッシュバック。最近は告白されたし。マジで？ああ、しゅーちゃん、イケメンとか死ねばいい。死ねばいいですよね。え？もう本当にリア充とか死ねばいいですよね。告られる人とかゲームから出ていけばいいんですよ。近くにいるだけでなんか不幸になる気がするし。ああ、滅びないですかね。興味ないから。アコ、落ち着け落ち着け。おい、戻ってこーい。End of flashback。 しゅーちゃんはリア充、しゅーちゃんはリア充、しゅーちゃんはリア充。アコ、しゅーちゃん。なるほど、私たちと違ってシュバインは立派なリア充というわけだね。壁殴り大根を頼むか。マスターまで。うん、議論の余地がないな。ああ、聞こえない。オーケー、よろしい。あ、アコ、威嚇なんかしなくてもあんたの旦那を取ったりしないわよ。いらないし。失礼な。じゃあ私もお風呂に入って寝ますね。お風呂。何想像してんだよ。え、いや、そルシアン。ルシアンって？そう。おはよう、ルシアン。え、西村、知り合い？いや、ここまで一緒にいられなかったから。え、え、違うんだって。そういうんじゃねえって。ルシアンは私の大事な旦那様です。The next day。 もう朝ですよ。なんだ、スルーですか？今のセリフを使いこなすにはアコではステータスが足りないかな。ちょっと相談があって。なるほどにゃ。その子、リアルとゲームを全然区別してなくて。誰に何を言われたんですか？え？誰かに会ったんでしょ？それで何か言われたんですよね。女の人ですか？いやいやいや、違うって。そっか、女の人なんだ。違うって。奥さんって夫の浮気は一目でわかるんですよ。浮気なんかしてねえし。名前聞いてもいいですか？なぜ？ご挨拶したいので。やめて。というわけで一発で全部バレました。見ましたよ。アコ、ああいう人がルシアンの理想なんですかにゃ。それで学校とかも全部やめてルシアンに養ってもらえたら。いや、アイスでも食おうぜ。はい。あ、でも私お財布持ってません。ほら。彼女はまだ来てないぞ。だからあいつは彼女とかじゃなくて。わかってるよ、嫁さんなんだろ。プー、西村、死ねとは言わんが。とりあえず不幸になれ。素直すぎるだろ。あ、平気平気、いつものことだし。西村って秋山さんともたまに話してるよな。これって浮気じゃね？ああ、これは嫁さんに伝えないと。ルーシーやえ、ヒーラーはお前だろ。キープデスマッシュ。キープデスマッシュ。リア充です。おう、リア充だな。ここがウルトラフォースの中なら。え、関係じゃないんでしょ。アコ、落ち着けよ。とにかく落ち着け。バカ！終わり。君はどちら様？あの、西村と言います。今日はその。ああ、あなたが旦那様の西村君。それじゃあこれ。
それは？アコの部屋の鍵よ。その前にテストだろ。テスト。お前テスト大丈夫か？アコ？私将来の夢は主婦なんで。中間テストはどうだった？平均点は？まさか赤点じゃないよな。お前行きましょう。おう。いや、玉木さん、その素敵なお姿を1ヶ月以上も見られないとは寂しいです。どなたですか？高崎！いつだっていい雰囲気じゃないですか。やっぱり夫婦ですよね。アコ、ん？俺と恋人になってくれ。嫌です。夫婦から恋人になるって格下げ？もしくは離婚するってことじゃないですか。絶対に嫌ですよ。だ、そうよ。おはようございます。おっと、これは気にしないで眠いだけよ。いけない合宿24時だ。すげえ可愛い。自信持っていい。道外にいたら1週間は痛いままよ。動くだけで辛い日焼けダメージよ。んぜよ。ちょ、私も塗りたいです。待て。じゃあ早速始めようぜ。何を？さっき言ってた夫婦の語らいってやつだよ。いつになく積極的ですね。そういうの嫌か？俺のこと嫌い？送ってよ、ちょっとエロめの使えそうなやつ。ああ、俺は別に見た目とか気にしないから。じゃあの顔でそんなこと言うの？顔も何も。そのルシアンじゃん。私の大好きなルシアンは、ルシアンはそんなこと言いません。ん？打ち間違えたかな。アカウントハッキングなどが横行している。まさか、やられた。ルシアン、ルシアン。ごめんな、びっくりしただろ。寝とけじゃたまにあるんだ。まさか本当にアカハックされるとは。身内がやられると冗談じゃ済まないわね。私の部屋の10倍くらいあるんだけど。あ、奥にも部屋があるんだ。あれ何？あそこが私のパソコンスペースだ。あんたね、デイトレーダーじゃないんだから。もう無理です。なんで1学期にやったことの大半を忘れてるのよ。一月ぐらい放置してたんですから。それはもうカリカリクフォーです。マスター、お手洗いってどこにありますか？放っておくと逃げ帰りそうだから。逃げたりしないですよ。とても信用できんな。ほーら行こ、あーこちゃん。普通の関係だって言ってもらえないでしょうか。またまた、ルシアンはそんなこと言って。割と本気で頼んでるんだけど。ルシアンたら、ちょっと来なさい。あの瀬川さん。いいから来いってな。ちょっと、西村が瀬川に締められてると学校が始まったなって気がするな。だな、よく打ち勝った。だってルシアンが私の顔を見たいっていうので。代わりに私が帰ろうかしら。さあみんな、1年で一番長い2学期の始まりよ。みんな文化祭よ。普通はもっと盛り上がらない？あなたたち本当に高校生？の割には嬉しそうだな。新学期が始まって学校に来るのは嫌ですけど、また毎日ルシアンと一緒に帰れるのは嬉しいなって。
そうか。バツ、なぜ裏切った？ここで裏切った方が絶対面白いじゃん。マジ笑えるし。いずれまた会う日もあろう。あっさりしてんな。もっと切れるかと思ったのに。こうやってまた生徒にマイナスの思い出が増えたのにゃ。いいな、素晴らしくいい傾向だな。はい。呼び捨てにしても構わんのだぞ。よう。やめてくれるかな。すまない、家族以外の男性から名前を呼ばれたのは初めてでな。よ、西村、やっぱり来たか。お前も好きだな。もうダメです。おアコ、ほら逃げてどうする。だって、お帰りなさいませ。あなただから、それメイドじゃないって。まあ仕方ないか、こいつはメイドじゃなくて俺の嫁だもんな。楽しかったです。だな。何かご褒美ください。よし、何でも言ってみろ。今何でもって言いましたよね。待て、ご褒美って言ってもゲームの中だからな。ビッグニュースだ。次回のアップデートでハウジング機能が。もしかして邪魔しちゃった？こら！学校で不純なことはしちゃダメよ！違う！